2015年の12月にベトナムホーチミンの市街に工場を建設いたしました。でこれは我々の処方化技術、安全性の技術、生産技術、そういったものを海外に展開して東南アジアに販路を拡大しようという思いとともに、あるいはひょっとしたらベトナムで作ったものを日本に持ってきてより質の高い価格競争力のあるものを作っていこうという我々の挑戦も今後行われると。で、今後は日本での我々の生産拠点と海外ベトナムでのそういう生産拠点をバランスよくそれぞれの特徴を生かしながらお客様に正しいものを届けるということを今後やっていきたいと、そういう意味での海外進出というものは今後とも積極的に行っていきたいというふうに思っております。海外進出で言いますと、やはり少ない人員で海外に出ればその人が我々の会社の代表になると、そういう点でやっぱりトータルの人間力あるいは総合的な社会人力がある方、そういったものが新卒当時すぐなくてもですね身につけていただける方、そういったことが寛容かというふうに思っておりますし、そういう点で言いますと日本のビジネスシーンでもそういった方々のニーズは非常に高く、我々としてはそういう人に一人でも多く集まっていただきたいというふうに感じております。中途で入社される方はやっぱり新卒の方と少し違って難しいんですが、我々の会社にない能力の質、そういったものがやっぱり欲しいと思います。我々の会社にない方能力、そういったものにやっぱり魅力を感じる、そのために中途で採用するという側面もありますので、それがどういう点かというふうに申し上げますと、やっぱり自分で切り開く力だったり、繰り返しになりますがやっぱり自己完結している力だったり、そういう方々に一人でも多く集まっていただきたいと思います。働いていただくフィールドは営業フィールドから研究開発工場、さまざまな分野があるわけですけども、共通しているのはやはり自立している人、自己完結できる人、自分の仕事に責任を持ってやっていただける方、そういう方の集合体が我々の会社に一人でも多く増えたら、もっともっとビジネスチャンスは増えるんじゃないかと思っています。自立してる人がどういう人かという会話よりは、仕事を通じて、やっぱり完結すること、仕事を中途半端にしない、人に投げ出さない、そういったことは求めているつもりですし、また仕事そのものが楽しくなれば、自然にそういう雰囲気ができれば、そういったことが増えるんじゃないかというふうにも思っています。工場の中でも原価管理をする仕事だったり、我々が化粧品を処方化した中でのその安全性がどうかということを調べる仕事をしたり、そういうあるいは我々が設計した容器が使用に耐えるかどうかということを常に監視したりっていう仕事は常に求められてますね。